はい、秋芸光です。3階の庇護秘境の開放方法を紹介したいと思います。まずここへの行き方ですが、マウティマチューリンの北ワープポイントにワープしていきます。ワープポイントに到着したら、次は北東方向に向かって飛び降りていきます。少しずつ足場を降りていく形になりますが、しばらく降りていくと開けるので、そこからダッシュして北東方向に向かって進んでいきます。この辺りからさらに北東方向に向かって進んでいくと、秘境の前に敵がいますが、今回は事前に倒してあります。秘境の近くまで来ると草の種があるので、取り銃撃もしくは狙い撃ちを北東方向にある岩の壁に当てていきます。そうすると草の元素石碑が出てきます。次は秘境の屋根の上に乗って全体の説明をします。ここのギミックは、草の元素石碑の前にマークがついていますが、このうち光っている元素石碑を順番に起動していけば OK となっています。早速やっていきますが、元素石碑のマークが光っているものは常にどこかに一つありますので、順番に起動をしていってください。今やっているように、草の弓キャラで秘境の屋根の上に乗って起動していくと簡単にできると思います。秘境の周りにある草の元素石碑を順番通りに起動すると、このように秘境が開放されていきます。秘境が開放されると、秘境の前に普通の宝箱が出ますので、忘れずに取っておいてください。以上となります。このチャンネルではギミックの解説や生物などの回収ルート、螺旋の攻略など旅人の皆様のお役に立てるような動画を投稿しています。よろしければチャンネル登録、高評価の方をお願いいたします。またライブ配信も定期的にしていますので、よろしければお越しください。 Twitch、Twitter、およラボの方もフォローいただけると嬉しいです。では